はい、お疲れ様です。ダークネスローズです。はい。えー、っとね。今日もあ、いつものラジオ動画、始めていこうと思うんで。だいぶね、口、まだ、まだ腫れてんねんけど、喋りにくいのはだいぶマシになった。昨日までなんかほんま、まあ今もちょっと、喋りにくいは喋りにくいけど、もう邪魔だったのはだいぶマシになったかな。普通に喋れるようにはなったかな。痛かったりせえへんし。 でさ俺さっきさっきっていうかこのラジオ撮る前に普通に枠やってるんけどあのその時にさあのテロップにねあのお茶枠が欲しいみたいな,なお茶枠じゃない投げ銭が欲しいみたいなの書いてたんよまあ俺いつも言ってるやん、まあ、ネタやけどさ、まあ、欲しいは欲しいもちろんネタって言ってるけどまあそれ欲しいのはもちろん欲しいねんけどあのネタでねくれよくれよとかって言ったりするからその流れで書いてんやけど。うん まあね、その、ね、これ本人が聞いててくれたら、う嬉しいんやけど、ありがたいんやけどあーのー、まあね、来てくれた人もね、めっちゃ純粋にね、あのー、話を聞いてもらってね、あのー、なんていうの、そのまあ、安心感を求めてじゃないけど、<laughs> 安心をしてもらったんかな、<laughs> その枠を聞いてみたいな。枠っていうか、 その声を聞いてというか、うん、っていうふうに言ってもらえて、なんか、ゲスいこと書いてんのが、別にゲスいこと書いてることが恥ずかしいとは思わないけどそ、うそういうキャラやし、言って。キャラって言ってもらうのも良くないけど、いや、別にそれは何とも思わんけど、なんかそういう、下世話なことを考えたりとかすんのが、ちょっとね、ふわーって流れてきてさ、 で、いつもやったらさ、こんな風にベラ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 、あの、人が来なくてもね、そのコメントが全然な,かい,ない状態でも、ベラベラ喋ったりすんねんけど、喋ることが出てけへんなったよ。そういうなんか、黒い部分を流しちゃうと、その冷静になって素が出ちゃうと、普通に喋っちゃうと、なんかあんまり、なんやろ。この感じで喋られへんくなるみたいな、のがあって。うん。いやね。 いや、嬉しいやん。めっちゃ嬉しかったんやけど。うん。慣れてないんかな。そういうなんか、好意的なっていうか、そんな風に言ってもらうことはまないから、慣れてない。ちょっと恥ずかしいのもあるけどね。うん。うん、まあ、そんなことはいいんやけど、まあ、それはまあ、俺の話やから、まあまあ、あれやけど。まあ、それはともかくとしてさ、今日めっちゃ寒いよね。まあ、その、 言うてもうね、11月の22、22になったよね、去年、日曜日。だからまあね、大方、もう1週間ぐらいで、1週間ちょいか。で、もう12月やし、まあ12月ってまあ寒いもんね。まあ1月、2月と比べればでマシやけど、まあ言うて寒いし、去年もめっちゃ寒かったしな、12月。<laughs> 今でも覚えてるのは寒かったわと思ってたけど。いやからまあ寒いのは当たり前なんやけど、 だから寒いのはいいね。俺前に動画でもあげたと思うけど寒いのは割と強いから平気なんやけど何がきついってここ数日23日ぐらい暑かったやんか俺まあその知ってる人は知ってると思うけどぶっ倒れたやんかまああれも急に暑くなったから気分悪くなったっていうのもあるんやけどまあその寝不足もあるねんやけどその2つぐらいなんよあとちょっと栄養不足と <laughs> その3つなんやけど。 その立ちくらみでわってなったのってそれが原因なんやけどその <laughs> 急に暑くなったりしたやんか一時期ほんま25度とか6度とかあったやんかほんで今日今日また 10, 10度は切ってないけど20は余裕で切って14度とか13度とか昼間とかでも1617とか20度までいかへんみたいな感じのいつも通りの気温にまあ戻って。 だから落差が結構激しいやんか知り合いの人とも話したんやけど落差きついよねみたいな話してんけどほんまにこの落差が一番つらいまあ風邪ひいたりするのも一番こういうのがね良くないからその抜くかったと思ったら寒いみたいなのがやっぱ一番良くないから体に響くよねうんでまあ3連休やんか言うてえっと昨日から 日月よな多分ねだからうんこの時期に寒くなるって <laughs> なんかねまあ別に俺この三連休何の用事もないし言うてそのまだ言うても病み上がりって言っても過言じゃないからそんな出歩いて遊びに行くとかいうことではないからあんまりねうんだから俺はいいんやけどなんみんなはね言うて。 遊びに行ったりとかすると思うし <laughs> まあその寒さだけはまあ気をつけんとねほんまに風邪ひくと思うよ。うん、まあね慣れてしまえばこれが普通やと思うんやけどこの時期で。<laughs> これが普通っていうかまあこの前っていうかもうこの3日間ぐらいね181920ぐらいのあの感じが暑すぎたんやと思うけどね。 うん、26度とかマジでえぐくない俺な前にも言ったけど26度この時期ってないよね普通めっちゃ暑かったもん昼間なんか普通に暑いあの言うてもさそ多分その日も言ったと思うけど厚着してるからほんま気分悪くなったもん暑すぎて <laughs> 暑あっつと思ってうーん まあね、温度差はね気をつけないともうね寒くなるのは普通やと思うよ寒い寒いってみんな言ってると思うけど寒くなるのは別にこの時期普通だと思うんやけどねやけどこの急落は良くないよね <laughs>、はあ、そんな感じやね別に今日ね喋ること特にないんやね ぶっちゃけうんだって、うん、まあねあとねあ,あそうそうそうこれ一個言うの忘れてることがあったからその話だけちょっとあの余談でちょっと話させてもらうんやけど。 あの前に、まあ、前にっていうか俺も今でも普通に絡みがある子なんやけどあの応援したいって言ってたあのいきかちゃんっていう子がいるんやけどまあね最近あの彼氏ができたってなんかめっちゃ浮かれててあれなんやけど、まあ、その子がまあね歌とか歌でも歌,歌もめっちゃ上手いしね言うて俺から見ても。うん、俺この前歌見たあげたけど俺のとは比較にならないぐらい普通に上手いんで。 でまあ、その実際オケキャスとかで歌歌ってることもよくあるんやけどあの子、まあ、それは別としてその俺の枠を使ってあの専用のねそのあのグルキャスみたいなのにしてそのあの子にちょっと歌ってもらってアカペラとかになるかもしれないんやけど歌ってもらってんでそれを YouTube に上げるっていうことをやろうと思ってるんよあのうちから。 うちのの専属の歌でですみたいな感じで <laughs> そんな感じでちょっとやろうかなと思って本人にも一応その話させてもらって「よかったら」って言ったら「そっちがいいならいいですよ」みたいな「の a x さんがいいんだったらいいんですよ」みたいに言ってもらったんであのそれは実際に行動にしよう構造にしようじゃない行動に移させてもらおうと思うんでまあ本人が都合のいい時とかにやらせてもらうんでよかったらその俺のチャンネルで期待してあの。 ユキちゃんのファンの人っていうか枠にねいつも行ってる人よかったらね歌声歌声まあ聴いてると思うよ仲いい人はもちろんオーケーキャストとかでも聴いてると思うんやけど俺の枠でっていう形になるからそのいざ収益とかになったら全部俺の方に入ってくんねんけどまあ今の段階で俺収益とかないし仮にあったとしてもまあもし何かあったら分配するとかいろいろ考えるまあそういうちょっとえぐい話はちょっと置いといて 純粋にちょっと表に出してあげたい気持ちもあるよその金のためにうんぬかんぬじゃなくてあの何て言うんかなうーんまあ本人もそうアーティストになりたいっていう夢を持ってる子やからだったらまあ前に出すことって本人に迷惑にもならないし俺としてもねその裏方として頑張る気持ちが強い部分があるんよ。 俺がプレイヤーとしてやる部分ももちろんあるんやけどそのこうやって YouTube とか配信とかで俺もプレイヤーとしてもちろん続けるんやけど俺のその配信力ってそこまでじゃないからその <laughs> もっとその才能っていうものを出していきたいからよかったらね楽しみにしてもらったらと思う、うん、これに関してはそんな遠くないんじゃないかな今年中にはやれると思う の本人次第やけどね。本人が、いや、まだかかりますとか、ちょっと忙しいですって言われたら、まあ、それは仕方ないんやけど、その辺はちょっと詰めていこうかなと思うし。うん。まあ、そんな感じです。えっと、プロデューサーのダークネスローズでした <laughs>。じゃあ、まあ、10分過ぎたし、こんな感じで。えっと、ダークネスローズでした。バーイ。